小林信智大正7年9月24日は、日本の実業家、政治家、松山城下出身、伊予鉄道会社の創立者であり、初代社長、第52国立銀行、松山商法会議所、伊予水力電機を創立するとともに、海南新聞社社長を務めるなど、明治時代に愛媛経済の基盤を作った。百八十三から百八十四年頃、 小林は、工部省神戸鉄道局の溶剤調達を受け負っており、大阪に滞在している間阪神間の鉄道旅行を経験していた。小林は、松山の道路整備の遅れを鉄道不設で補うよう意識していたが、当時四国には、間接鉄道も建設されてなく試案していた。その中で、内務省土木局臨時報告を入手した。この本には、 ヨーロッパの小鉄道を紹介しており土木工事用の簡易な軌道が紹介されていた。小林は詳細を知るため外国人技師を訪ね指導を受けて松山に鉄道を建設することを決意した。1885年6月小林は鉄道局へ鉄道敷設を出願した。ところが超届け避難士として却下されたため小林は上京して鉄道局長官井上勝る 議官松本総一郎に直談判することになった。当時施設鉄道は日本鉄道、半海鉄道の2社のみで鉄道局は許可するつもりなどなかった。しかし小林の熱意により試みに鉄道敷設が許可されることになったという。1900年に南予鉄道、道後鉄道と合併したが小林は両鉄道の社長であった古畑虎蔵に 社長の座を渡し会社を去ることになった。電気会社の構想は1894年頃から始められた。当時各地の電気会社は火力発電が主力であり、水力発電は1891年に琵琶湖素水を利用した毛上げ発電所が日本初の営業用水力発電であった。小林は三原市川を利用して水力発電にしようと研究を始めていた。そして、 水源地を探し、義式を求め、1897年には、河川仕様の申請を出すことができた。そして1900年4月に、電気事業経営会社設立の許可が下りた。ところが、資金調達がはかどらない。やむなく資本金を30万円から20万円、さらに15万円にしても集まらなかった。そうして、時間だけが過ぎていたが、1901年7月に、 最下東吉が道後に来ることが分かった。発起人たちは早速面会を申し込み休場を訴えた。この結果資本金を13万円にして、半分は最下東吉が引き受け、残りは発起人らで苦面すること、工事及び機械の調達は最下電気商会で行うことで折り合いがついた。同年12月には会社設立。 1902年10月に発電所が完成し、1903年3月に開業式を行うことができた。晩年に起こした伊予製紙株式合資会社や伊予電力職負株式会社は負債を増やすばかりで、事業は失敗であった。さらに債下東吉が各地で設立した軽弁鉄道電気会社の役員になっていたため、債下電気商会の破綻により連座して、負債を負うことになり、 屋敷を手放し、小さな借家住まいで1918年に、失意のうちに亡くなった。ありがとうございます。